子供の頃の夢は何ですか？夢、俺なんかいろいろあって、夢一番最初に覚えてんのは餃子職人ですね。あの大レンジャーの主人公が餃子屋さんで、それ好きで、で幼稚園の卒園式の時は体操選手って言ってましたね。その関係で全く今は何もかすってないですね。